ここを持ってダメだよ、穴開いちゃって穴は開いてないけどシュワシュワになっちゃった絵になるんですよ。ぐるっと回していけないよ。お母さんちょっと待ってて、えやって、お母さんと直す、直す、呼んでって言われてたじゃん最初、はい、お願いします、出てって言われてストップかけんじゃん強く押しすぎだよお前じゃあ指で触っちゃったの、はい、気にしないで大丈夫だよ、うん、治ったの？で今度は指の跡つけないで。そばだけでいい。そばだけでよ、はい、うん、もう一回やって。ゆっくりゆっくり、破けないように。バランスが悪いんじゃない？大きいね。そう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 、もっと端っこの方を持って。そのままズズズズズっていけん。そう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 。でやる？ほらすごい薄くなってきた、薄くなってきた。こうちゃん交代じゃん。前に
ゆっくりね、こっちゃん、ゆっくりやって。半分より先行っていいよ。はい、じゃあこっちゃん、もっとこっちゃんもっと広げて、手広げて、手広げて、もうちょっとこっちに、うん、そう、うん、指の跡はつけないように、ゆっくりやって、ゆっくり、ゆっくりね。はい、大体。はい。引いて、引いて、そう。怖いよ、破けそう。じゃあ仕上げに行こう。皆さんやりました。はい、やりました。はい、はい、です。怖いです。やばい。破けそう。切る。
レシピを上げて上からまっすぐドンと押します。こうやらなくていいからね。とそしたらちょっと横にします。1横1横1横横の分だとそばの幅になります。まあ、ゆっくりでいいですからね。トンちょっと寄せます。トンちょっと寄せます。トンちょっと寄せます。まあ、太くてもお味は大丈夫ね。ちょっと細い方が喉越しがねいいと言われてますけどね。ゆっくりでもいいですからね。でスーッとこう持ってきますとちゃんとおそばきますからね。ちょっと気をつけてこう歯に触らないようにね、していただいて必ずこっち側に歯を当てて、粉いっぱいついてますのでちょっと両方で取っていただいて、こういう形で。そばになった、そばになった。じゃあお母さんからやってみましょうか。やってみよう。お母さん上からやってあげるから。包丁気をつけて。包丁まず包丁重いで、そうでこのおそばの真ん中に自分が座って、でここを切る幅、切る幅ね、こうすぐ前やって、次はあんまり太くしないでね。ちょっと待って、これここ置いといてよ。こんなもんか、こんなもんぐらいで。で薄い、それじゃあ細いんじゃない。これちょっと手邪魔、この親指こうやっちゃうとここ入れられないから、こうすごい細いと思うんだよ。落としてグッてやって、いやそんなにギュッてやらなくていいから気をつけてね、歯。だからこっちで細すぎるよ。ちょっと待って、こう、ちょっと待ってね。でもこんなもんで、まずお母さん自分でやってみた方がいいと思う。で、こう手を持って、で上から落とす、もっと立ってそう、グッて押して、で。すげえ、ま、太さが均一じゃなくなっちゃった。いいんだよ、いちいちやんなくて、そのまま切り続ければいいんだよ。ずらしてんの？これ。ん？いや、包丁にはついてても別に気にしないでいいの。包丁につくのは気にしないで。取れるから、そのまま切れば。そうそうそう。変わろうか、じゃあ。